はい、えー、どうも、吉谷です。今回はですね、熟成さんから結果報告いただいたのでシェアしていきたいと思います。えー、今月はメルマガから49,800円のフロント1本と1 2万8 0 0円のバックエンドが2本売れて305,800円と、アフリフォー、とアフリシュが40万ぐらいで合計70万ぐらいの結果となりました。メルマガを始めて確信しましたが、やっぱりコンテンツビジネスが最強だと改めて感じました。もっと、もっとコンテンツを極めて増やしていきますということで。 素晴らしい。えー、70万ですね。まあ、この塾生さんは、大学生、あ、違う。大学、23、4だったかな。はい。なんかその、会社をもう辞めちゃったのかな。はい。で会社を辞めた理由もいけるだろう、みたいな。まあ、まだ結果出てない段階で確か辞めたのかな。うん。で、なんか前、ライブでなんかい、ライブでチャットもらったんですけど、まあ、あの、 やろうとはできますよ、みたいなね。まあ、ほとんどの人が、そのね、結果が出たらやめたいみたいな話なんですけど、結果、あんま出てない段階でも、見切り発信でね、会社辞めちゃってっていう、まあ、自分でやる環境ですね、やらないといけない環境みたいなの作ってやってるんですけど、も素晴らしいですよね。僕が23、4の時、こんな結果出せなかったですから、もう恐ろしいですよね、今の若者っていうのはね。そう、素晴らしい。<laughs> てか、 まあだから今の若い世代って僕すごいラッキーだと思うんですよ。僕が若い時ってそのまだ ADSL がまだ普及し始めた時ですから <laughs>。ね、僕の20代なんか ADSL ーヤ,ヤフービービー配ってたような時期ですから、まだインターネットもそんなに普及してないみたいなね。今情報もたくさんあるし、まあすごいなと。だからこれからの若い人たちっていうのは本当になんかす,すごいですよね。 これから、まあ、いろんな自分のお金の稼ぎ方で勉強してね。うん、すごいと思います。はい、で、やっぱその、コンテンツビジネスですね。このメルマガこれステップメールでこう販売してるんですけどもえ、ステップメールに関しては、ステップメールはですね、そうそうそう、ここの、フォローアップ勉強会ですね。フォローアップ勉強会のステップメールでっていうところが、この、 ステップメールから100万稼ぐ設計図ですね。ステップメールから100万稼ぐ設計図。はいまあ、どうやってそのシナリオを作っていくのかとかね。どうやって販売していくのかっていうところで、これとあったりとか、あとは、あ,あとなんだろうな。まあ、コピーの書き方とか、セールスレターの書き方とかかな。うん。まあ、ここら辺で十分かなとは思いますけどね。 ま、ステップメールはこれ見ていただければいいかなと。あと、あとはまあコピーライティングですかね。コピーライティング。コピーライティング。そう、コピーライティングですね。まあ、ここにもそうですね。こう、ちょっとシェアしてますけど。まあ、ここら辺見て勉強していただければいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回ですね。なんと、えー、合計70万ぐらい結果出たということですね。まあ、これは10月の結果かな。 ちょっとね、動画撮れてなかったんですけど。はい。ということです。はい。ではですね、えー、終わりたいと思います。ありがとうございました。